のは野暮だよね。じゃあ仕事早めに切り上げて向かうから、現地集合で。知ってる？アクアリウムって緊張を解く効果があるらしいんだけど、こうして眺めてるとなんだか納得できるよね。つまり安心するって言ってるの。モルモット君がそばにいるのも作用してね。まあこの年になって水族館でデートとか考えもしなかったけど、こういうのも悪くないかな。君といるとそう感じることばかりで、会うたびに驚かされるよ。それで、これはモルモット君なりの誠意？じゃあ私もちゃんと受け取らないとね。この辺りで全部回ったみたいだね。次はどうするの？そうなんだ。じゃあ連れてって。これはちょっと予想以上かも。まあそれなりに。好きな人と来たのは君が初めてだし、モルモット君ってば、会うたびにいい男になってるよね。私の彼にしておくのにはもったいないぐらい。なんか言わせたみたいになっちゃったね。ありがとう。ちょっと席外すね。ごめん。電話？そう、夜行性なのは治ってない。皆様、今日という特別な日に当レストランへお越しいただきありがとうございます。ささやかながら、今宵が皆様にとって忘れられない日になることを願いまして。ん？一体何を？これ…え、ありがとう。夜景とバラって少しやりすぎじゃない？普通って君が言うと冗談なのかわからないね。君のそういうところすごくいいと思う。自分のためじゃなくて、いつも誰かのためにって真っ先に行動する。君から学んだ大切なことで、私が君に憧れてるとこ。私も早く君に似合う女にならないとね。そう言ってもらえると嬉しいかも。じゃあこの後は私がお返しする番。方法はモルモット君の望むものでいいよ。